はい、今日は、地元のお世話になってるピザ屋さんに、去年から絵を描かせていただいてて、で今日もテラスの方に絵を描かせていただきました。それでその後でね、今こうやって、撮っていただいてるんですけども、僕絵描いてて、ね、もう4年目ですかね。で大学2年生の時に突然こう絵を描き始めて、で右も左も分かんないまんまこの感情のアウトプットみたいなことをしたって、でそっからすぐ立ってバスキアっていう絵描きに出会って、でやばいこの人みたいな感じで刺激を受けて、それから自分のスタイルに落とし込んでみたいなってなって、でなんだかんだ4年経ってしまってるっていう現状で、で今はなんかその誰から刺激を受けるってもちろんあるんですけど、ライフスタイルの中からこう自分なりのタッチだったり画風みたいなのを、探り探りこう描いてるかなっていう状況ですね。それで僕の中ですごい絵描くのにすごい影響を与えた出来事があって、それがタイにチケットだけで初海外で飛んじゃうっていう、なんかもう本当にバズーカみたいにピンピンって言って、で着いたはいいけどどこ行ったらいいか分かんないし何喋ったらいいか分かんないみたいな、で言葉もタイ語分かんなくて最初で、そっからなんかもう寝るとこもないしみたいな、で結局夜になってもたどり着けなくて、その時はで野宿して、で野宿したら野犬が出てくるんですよ。でその野犬がめちゃめちゃ 襲ってきたっていうか、こう吠えてきて、で近づいてきてもうやばいと思って、でリュック枕にしてたんですけど、そのリュックをもう急いでしまって、で走って逃げてみたいな体験がすごい僕の中でなんかこうどこ行っても生きていけるな俺はみたいなのがすごい自分の中のなんか強みになってて、でそういうのが行動力みたいなのにつながってて、やりたいと思ったことを知らなくても一回飛び込んでみるみたいなのがなんか習慣づいてるというか、そのエネルギーを絵だけじゃなくていろんな部分にこうアウトプットするっていうのがなんか癖になっちゃって、で今はこのジュエリーだったり、T シャツだったりいろんなこのドレッドも自分でいきなりやっちゃって、手芸道具屋さん行って編み込んで、その編み棒みたいなのがあるんですよ。でその編み棒でこう自分でこうやって編んでやっちゃうみたいな、なんかアホみたいなタイプなんですけど、なんかそんな感じの人生っていうかライフスタイルを送ってます。でタイではなんかこういろんな人に出会って、でそっからすごい重ねていくようになって、で去年なんか1年の半分ぐらいタイで過ごして、で最近では ATX チェンジっていう壁画のプロジェクトに参加させていただいて、で向こうのタールワっていう街に行って壁画を残したり、向こうの仲間にはすごいお世話になってて、で日本にもこのアートワークの部分でいろんな音楽のアーティストさんだったり、最近ではテレビの CM だったり映画とかで、使っていただけるようになってすごい幸せだなって感じてます。でタイに行くのにもなんか行き続けてたらタイ語喋れるようになっちゃって、で今は英語よりもなんかタイ語の方が得意だなみたいな風に思ってます。で自分の強みってなんだろうなみたいな思った時に、すごいゼロイチ人間で、さっき話したように何かないものからいきなり作ってみるみたいで、もともと自分では思ってなかったんですけど器用だったりして、でそれがどんどんなんかいろんなジュエリー作るのにもそうだし、それもタイで習得して日本に帰ってきて落とし込んでみたいな、そんなことをやってて、で結局何がしたいんだみたいななった時に、もちろん絵も描きたいし、ジュエリーも続けたいし、何かをやめるんじゃなくて、こう自分のできることを一つずつ増やしていって、で、なんか、かっこいい、将来はかっこいいお父ちゃんになれたらな、みたいなのが、今のすごい夢っていうか、漠然としたでかい夢だな、みたいなのは、すごいあります。だから、ここでどうしたいっていうよりかは、これもやって、で、ここを深めつつも、なんかこっちもやって、
一回経験しないとなんか気が済まないタイプで、なんかとりあえず気が済むまでやってみるみたいな。で、いろんなことに今挑戦してます。で、今後もなんか、こういう挑戦をやめないまま、こう、自分のやりたいことに、ピストルみたいにこうズバーンっていって、で、まあ、たとえバチンって弾けても、もう一回ズバーンって飛び込んでいきたいな、みたいな。そんなスタイルの生き方をしてますね。で、もちろん活動でもね、いろんなことにトライしていきたいなって思いつつも、いろんな出会いがあって、いろんな学びをして、その中で、自分がいただいたもの、勉強させてもらったものは他の人にもこう、アウトプットして何か伝えられるようになれたらなぁなんて思ってます。なんか何一つやめることなく、なんかハッピーライフな、みんながこう幸せになれるような人生にしていきたいなみたいなふうに思ってます。はい。どうでしょうか？ダメですか？